それってね、これ1年半だと何回やってるの？1年半だと70ぐらいじゃないですか。それ25回。まずは元衆議院議員の杉村太蔵。その初登場は橋本への意外な発言から始まった。なんか今日橋本さんにおっしゃりたいことがあるっていう。お招きいただいて大変恐縮なんですけど、あまり橋本さんのこと好きじゃないんですよ。なんであんなに喧嘩をしちゃったんですか？あのね、政治家やっててね、普通の人間の顔をしてる政治家って仕事やってないんですよ。普通はね、政治っていうのはある意味その時代が時代だったら、世が世であれば、地域が地域であれば、これ公正なんですよ。だからそんなところでね、まあ普通の顔してヘラヘラしてる政治家なんてのは本気の仕事やってない。ずっとヘラヘラしてましたよね。この時は軍の音も出なかったのだが、結局26回も出演することになった。太蔵さん、番組に最初に出演させていただいた時に橋本さんが政治は殺し合いだと思ったんです、うん、で、太蔵さんの私は日本人同士はもっと力を合わせてこの国難を乗り切らなければならないと思います。政治は協力し合うことと考えますが、私の考えは甘いでしょうか？さあ甘い甘いですね。甘い、あのね、もちろん協力するところは必要だし、はい、何でもかんでも戦うわけじゃないですけども、うん、最後の究極のところは選挙でやっぱり戦うしかないと思うんですよね。意見がぶつかり合って折り合いがつかなかったら最後有権者に決めてもらうというのは民主政治です、はい、だからこんな仲良く協力ってまだ甘いね、この人は。はい、甘いです、結論は甘いです。太蔵さんもう一つ、はい、あ、ちゃんとしたことです。それはそうです。太蔵さんだって言われました。北朝鮮のキム委員長と会談することができたとしたら、